はご立派。はい、こんばんは。こんばんは。火曜日の8時半になりました。新潟フォンデリングの時間でございます。このところですね、立て続けに素敵な女性が隣にいるもんですから、私ちょいとですね、天にも昇る気分でおりますが先週、この番組に出ていただきました、米山麻里子さん、ね、新潟県立大学4年生米山麻里子さんからご紹介いただきました。本日の新潟フォンデリングのゲストはこの方でございます。自己紹介をよろしくお願いいたします。はい、新潟県立大学国際地域学国際地域学科東アジアコースロシア語専攻、山賀百恵と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。山賀百恵さん。はい、百恵さん。はい、ちなみにですね、はい、お父さんの年はいくつぐらいでございましょうか。父は51ですね。ということはドンピシャリでございますね。ドンピシャリ。でも両親から言うとちょっと違うっていう言うんですよ。いや違うっていうのはそのなんか世代が違うと。大体でもドンピシャだと思いますよ。新潟県立大学の、はい、国際地域学部国際地域学科東アジアコース、ここまでが長いんでね。長いです。で、ロシア語専攻ということで、はい、まずねちょっとお聞きしたいんですけど、なんでまたロシア語っていう。そうですね、うん、まあなんでというか、地元が私新潟市北区松浜というところで、はいはいはい、港が近いんですね、うんうん、中国人の方も多かったんですが、はい、ロシア人の方がなんと自転車に乗って、うん、ちっちゃい頃からそれを見てたんですね。よくあとちっちゃい頃の思い出に、うん、ロシア村、うん、その思い出がすごく楽しくて、また日本と違って、うん、可愛らしい文化があるじゃないですか。このほらパッコンパッコンはめていくあの人形なんですけどマトリョーシカ。はい、マトリョーシカ、うん、マトリョーシカとかね、はい、あと衣装がまた可愛かったりして、あの民族衣装のねカラフルな感じね、はい、うん、そういう小さい頃からの意識もあって、うん、また高校の時に大学に入学する時に、うん、もうその時になぜかロシア語に興味があったんですね。お、はい、素晴らしいですねその、まあ、育った環境で、はい、そのロシアというものを身近に感じていて、はい、で大学に行ったらそこになぜかロシアコーナーがあったぞとロシアコースあるじゃないかと、はい、うん、ということで、聞いた話によると、ほら国際地域学部っていうのは、はい、そのコース分けるときに、はい、1年生で分けるんじゃなくて2年生になるときにコースを選択する、はい、そうなんです、っていう話を聞いたんですけど、はい、うん、その時にじゃあロシア語を選んでしまったというわけでございますねまあしまったというよりはもう自ら飛び込んでいきました。素晴らしい、はい、でやっぱり難しいなっていうイメージがすごく強いんですけど、はい、ロシア語ってどうですか。そうですね、うん、まあ、いくつか日本語にもなってるロシア語、うんうんうん、というものがあるんですが、うん、例えば、まあ、一般的に有名なのがイクラですかね。イクラってロシア語なの。はい、実はロシアではイクラは、まあ、そのままイクラを指すわけではなくて、うん、魚の卵という意味なんですが、魚卵系を全部イクラというわけだ。そうなんです。はいはいはい、またロシアでも鮭は有名ですから、うん、多分そこから日本に入ってきた時にもう一生してイクラってなったんでしょうね。日本ではそっかそっか。いや、いい勉強したあ、本当に、はい、じゃあ今度あれだよね、タラコ見てもイクラって言うけどねね、そうですね。そうすると妙なタラコが高級感を持ったりなんかするわけでねそうだと思いますそっか、あれロシア語からなんだ。そうなんです。そういうのはね、やっぱりこう考えてみると、はい、言葉としてはすごく、まあ、昔から日本と密接な関係があったというね、はい、まあ、そういうことも推測できるそのロシア語をですね、大学で専攻されておりまして、はい、さあその辺を含めて写真を見ながらちょっといろいろとお話を伺っていきたいと思うんですが、まずはこちらのお写真がドンと出てまいりましたが、ウェルカムと書いてありますねウェルカム桃江これは、ロシア語じゃないからロシアじゃない。ロシアではないんですね、うん、これは、うん、アメリカにホームステイした時の写真ですね。お、
アメリカに行かれたんですね。そうなんです。いついつ？これはまだ2年生になる前なので、うん、1年の冬ですね。冬、冬というか春、春先ね。3年前の、うんうんうん、そうです、春先。ああ、いや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 、それでアメリカはどちらへ？ミネソタ州というところに行きました。ミネソタ、はい。どうでした？いや、もう寒かったですね。ちょうどカナダの国境を接してて、うん、その下にそうですよね、あります。そのアメリカへ留学をしたという目的は、まずは目的は、うん、そうですね、私の所属している県立大学が、うん、第一言語が英語ということで、たくさんこういうプログラムが組まれているんですね、はい。私が行ったのは3週間ですね。3週間のホームステイのプログラムだったんですが、うん、元から海外志向というものがありまして、うん、外に出てみたいという気持ちからアメリカへ渡りました。すごいですねでもやっぱり勇気いるんだよな、最初海外に行く時ってね。そうですね、でもこの時、うん、実は、一緒に友達もいっぱい行ってたので、あ、学校としてその3週間のホームステイプログラムということでね、はい、で迎えに来ていたのがホストファミリー、ファミリーのママとパパです。すごいね。どうでした、はい、アメリカ楽しかった？楽しかったですね。なんか友達は結構ホームシックになってる子がいたんですが、うんうんうん、私もう本当楽しくて楽しくて最初に行った時にさ、はい、まずいろんなほら、文化の違いにショックを受けて、そうなんですよね。でなおかつ食事にショックを受けて、そうなんです、ね、そう、梅干しと味噌汁出せとかね漬物がないとか騒いだりなんかするんだよね。わかりますわかります。うん、ですごいね。郷に入っては郷に従えタイプっていうかさ、どこでもこう順応していけるタイプ。そうですね、結構どこでも寝れるタイプですしその場所に行ったらその場所の食べ物が食べれるように、うん、ああ、それ大事だよね、はい、すっごくね、それ海外を、海外に行く時ってね、それすごく大事で、はい、ね、向こうに合わせられるかどうかだよね。そうなんですよね、いろんな部分でさ、言葉もそうですし、それから食べ物、それから着るものね。そうだと思います。環境、環境もでも大変だったのな、ミネソタの冬。そうですね。うわさあ、それじゃあ次の写真をお願いします。これがミネソタの冬の絵ですね。そうです。これどこに立ってると思いますか？これは公園かなんかですか？実はこれ水の上というか湖の上なんですね。これ何、全部湖が凍ってる、はい、凍ってる写真です。すっごい。もうこれ湖渡ってどこでも歩けていけるようなそうですね、まああんまり遠くに行くと薄い部分もあるので危ないのですが、うん、もう平気でこの人たちはね、はい、足跡あるもんね。ありますね。私ちょっと初めてだったので、ちょっと、うん、恐る恐るだったんですがちょっと腰が引けてる感じがしますよねママに連れられてうん、うん、おこれね、アメリカには象いない正解です。いないでしょ、象いないでしょ。いないです。これ何、また別なとこ行ったんですか？今度はアメリカだけじゃなく、あったかい国です。あったかい国ってこれ見ると、当たるとしたらですよ、はい、インドかタイ。その通りです。あ、どっちタイのバンコクに旅行した時の写真ですね。へー、乗っちゃったわけですね。乗りました。タイには今度はいつ行ったんですか？2年前ですかね。2年前、はい。タイの、はい、旅行を計画したのは、どういう気持ちから？実はですね、うん、友達、高校時代の友達がタイに留学していて、はいはいはい、私がいる間に遊びにおいでよと、おいでよという招待が来まして、それで行っちゃった。行っちゃいましたなんかさ、近所の友達が誕生日やるから遊びに来なさいよみたいな感じのね、はい、そういうのと違ってタイに行くっていうのはやっぱりさ勇気いるじゃないですか。そうですね、まあでも友達がいるっていうことで全然不安はなかったです。バンコク市内は英語が使えるんですけど、うんうん、こういった郊外まで行くとだいぶ英語が使えないタイの方が増えてきて、そう、身振り手振りで。そうなのよ、そうなのよ、はい、ね。このどうでした、タイ。タイはあったかかったですね、本当に、うんうん。何月頃に行ったの？実は2回ほど行ってる、はい
ちょっと待って、はい、その友達はよっぽど寂しかったのか2回も呼ばれた2回も呼ばれた、お呼ばれして行っちゃいました。いや違うな、そのうち1回は自分から自ら行ったな、飛び込んだなまあ食べ物とかね、はい、あんまりじゃあ好き嫌いはない方ですか？ないですね、好き嫌いは、うん、食べ物でもう好き嫌いはあんまりない。昔本当に辛いものがダメだったんですが、うんうん、アメリカに行ってからですね、うん、味覚が変わったというかだってアメリカはスイーツの国だからさはい、すごいじゃない、何でもかんでも甘いじゃないですかアメリカって。そうなんですよね、うん、でそのアメリカに行って、うん、甘いお菓子を出され続けたんですね、うん、本当もう砂糖を食べてるかのような、うん、そうジャリッジャリッという感じのね、はい、うん、でその時にお土産に持ってってた柿の種があったんですなるほど、亀田製菓の柿の種、亀田製菓さんの柿の種が手元にあったんです、うん、本当はお土産として渡すつもりだったんですが、うん、どうしても無性に食べたくなってしまって。わかるわかる。昔はその柿の種の辛さも実は食べれなかったんですね。普通の柿の種、激辛とかじゃなくて、激辛とかでもなくて、うん、でもそれを食べてみたら本当に美味しくてですね、やっぱりあれだね、そこで乗り切るための何か手立てを必ず自分で見つけるタイプだね。そうなんです。素晴らしいですねさあ、タイでゾウに乗ってきましたが、ゾウはどうでした？結構揺れましたでしょ、はい、揺れましたね、うん、振り落とされるかと思いました。ちなみに下世話なことをお伺いしますが、はい、これおいくらほどで乗せていただけるのでしょうか？バーツだったんですけど、はい、1000バーツ。1000バーツ、日本円に直すと多分ね、ここにテロップが出て1000バーツイコールいくらぐらいってこう出ますから、うん、はい、これぐらいですそうか、また行きたいですね。うん、すっごいですね、アクティブですねさあ、それじゃあその次の絵をお願いします。おっと、これもまたあれだね、これは、見るからにそのバンドですよね。はい、バンドです、はい、山田さんはどこにいられるのかな？実はちょっとマイクスタンドにかぶってしまっているんですが、うんうんうん、ということは、その、はい、スカートでギターを弾いている方が、そうです。はい、私です。やっと、かっこいいねありがとうございます。これは学園祭ですか？そうですね、うん、多分学園祭ではなくて普通に学内でこう発表会があるっていう時に出た時の写真ですね、うん、へえ、すっごいね。ギター弾けるんだ。大学から始めたので。本当に？そうなんです。すっごいなんかかっこいいんですよね友達の見よう見まねで自分でやってったので、うん、まだまだ足らないところもいっぱいある、ガールズバンド。はい、ガールズバンドです。ちなみにバンドのお名前はファーファーと申します。ファーファー、はい、柔軟剤じゃなくてよく聞かれますあ、そうか、だみんなと同じこと言うでしょ。トレードマークがクマだったりするとかそういうことじゃないわけね。でも、うん、でも、うん、クマをその柔軟剤のクマのやつをたまに使ったりしますやっぱりやっておりましたやっておりましたね、便乗ではないんですよね。便乗ではないです、うん、はい、借用ということでさあ、それでどういう楽曲をやってたんですか、はい、このバンドの時は。そうですね、うん、まあ大体4人いて、うん、それぞれみんな好きなバンドが違うんですね。はい、そうで揉めたりするんだよね。はいはいはい。そうなんです。うん、それでみんなで、まあ、何曲か出し合って、でみんなで聴き合うんですね。あ、この曲いいねって、うんうん、意見が合致したものを、うん、そうですね、やるという。へ、ちなみに山賀さんはどういうジャンルの音楽が好きだった？はい、ガールズバンドなんですが、チャットモンチってご存知ですか？いましたね、チャットモンね。チャットモンとは言わないけどね。うん、はい。それを はい、やりたかったと。やりたかった、うん、やらせてもらいました。あ、たくさんやらせていただきました。結構じゃああれですね、はい、バンドの中では結構実力を発揮してですね、うん、発揮しました。そうか、はい、いやすごいなさあ、それじゃあ次の写真お願いします。これはですね、私の見る限りですね、はい、ロシアですね。そうなんです文字で判断するというね。そうですね、アルファベットではないです、ね、うん、これどこですか？これは私が
留学していたロシアのハバロフスクという地域の、はい、ハバロフスクね、大都市ですね、はい、うん、はい、そこの、留学先の太平洋国立大学、太平洋国立大学、の写真です、ね、うん、これみんな手前にいるのはこれは学生さん、はい、留学生もいるんですが、はい、全生徒がこの日一日に集まってセレモニーをしたんですね、うん、何のセレモニーを、まあ、そうですね、学期が始まるよっていうセレモニーです。新学期が始まるたびにみんな集まって、はい、そうなんです。へえ、風船持って、はい、学部ごとに色の違う風船を持って、うん、ああ、これでもいいシステムだね。そうなんです。あ、これ日本の大学でもやればいいのにね。やれば本当に楽しいと思います。有名な歌手さんを呼んだりして、うん、ステージ発表があるんですよ実は。ああ、なるほど、はい、そういう風にして大学で学部ごとに色分けすると、はい、学年超えてもさ、そうですね、同じ学部だと分かるから、はい、これいいシステムですね。いいシステムだと思います。やりましょう、来年から新潟県立大学で。やりましょう、やりましょう、やりましょう。学部を超えてね。すっごいな、ロシア語喋れるんだもんな。もうね、ロシア語ってね、はい、もう本当に未知の世界でさ。そうですね、うん、取り掛かりは難しいですよね、文字からして。そう、普段さ、はい、目にすることもないし、はい、耳にすることもないし。そうなんですよね。ね、でもさ、よくまたその言語をね、お選びになったと申しますか。ね、素晴らしいな。じゃあ、はい、次の写真お願いします。ボン、ボン、来ました。お、これは何、ヒゲじいさん、これ何、ヒゲじいさん。これは大学の近くの公園で、うん、先生と一緒にお散歩した時の写真で、実は教えていただいた先生ではなくて、うん、この方は県立大学にも実は教えに来ていただいている先生なんですが、なるほど、はい、県立大学のでロシア語教えにも来ておられる先生。そうなんです。今もおられるの？今も、はい、今もいらっしゃいます。へえ。で現地で一緒になって、はい、うん。これはちょうど私が留学してた時は、うんうん、このリュドミラ先生という方も一緒にハバロフスクの学校で教えていらっしゃったので。ああ、なるほどなるほど。はい、へえ。深い縁ですの。深い縁なんですね。3年も一緒になりますね。3年間一緒か、はい、珍しいよね、それもね。そうですね、同じ語学の先生で、まあ、はい、共通の先生が3年間っていうのはね、関わりますっていうのは、はい、とてもお世話になってる方なので。これはあんまりこう、まあ、真ん中に立ってるこのヒゲじさんには意味がないと。意味はありません。意味はない、はい、ということでヒゲじさん、はい、消えてもらいましょう。次の写真ドンと来ました。おっと、これもまた綺麗ですね。はい、これは、まあ、ちょっと見するとさ、クリスマスのようなんですけど、はい、クリスマス、はい、実はですね、うん、あそこに文字が書いてあるんですけど、はいはいはい、スノービンゴーダンって書いてあるんですね、うん、はい、これはロシア語の意味で、明けましておめでとうございますの意味なんですね。新年の、はい、へえ。いや、僕らてっきり、はい、左側を見るとですね、あそこにあるのが、はい、サンタクロースにも見えたりするんですけど。見えますね。サンタクロースじゃないの、あれ。実はロシアの、うん、キャラクターでジェットマロースっていう。ジェットマロース、はい、まあ、日本語訳すると冬じいさん。あ、冬じいさん、はい、冬じいさん、冬じいさんで、隣にいるのが冬ばあさん。ですね、これはスネグーラチカという。スネグーラチカ、雪姫という。あ、片やじいさん、片やお姫様。そうなんです。へえ。女の子なんですね。女の子なんですね、はい、これはなんか言われがあるんですか、この2人を飾っているということ。日本にも童話があるように、うんうん、ロシアにもありましてですね、うん、まあ、登場する人物がこうやって、はい、新年とクリスマスにかけてこうやってお祝いをするんですね。お祝いする、この2人をね、はい、こう挙げて、はい、なるほどね。でそこにイルミネーションがしてあって、いやー、ロマンチックですな。そうなんです。でも夜しか見れないので、うんうん、とっても寒いんですが、命がけでね。命がけなんです。マイナス30何度という。おっとっとっと。あ、これがまたすごいですね。そうですね、これはハバロフスクからちょっと離れたところで、うん、鉄道で旅行に行って、はい、ウラジオストク、うん、あ、ウラジオストクね、はい、はい、というところで撮った写真なんですが、うん、これ実は川なんですよね。
見るからにも全面凍結。全面凍結ですね。もう流れてない川っていう、ね、いやいや、もう日本じゃ考えられないよね。川が凍るんですね。いやー、でもロシアではあるんですね、川が凍る。そうですね、ロシアあるあるですかね、うん、ロシアあるあるね。ねえ、この船なんてどうすんだろうな、これ動かないですね、うん、実はちょっと隣に人が見えるんですが、はい、このこうちょぴっとこうね、ちょぴっとあるね、はい、あれ人なのね。人なんです。こうやって普通に川の上を歩いてですね、うん、歩いていって、はい、すごいな。で、ロシアでの生活の中で、はい、これはすごく良かった、すごく良かったっていう、うん、これはちょっと大変だったっていうのをちょっと聞かせてもらったりなんかしていいかな。すぐにパーティーを行うところとかですかね。え、ロシア人はパーティー好き、まあ、そういうわけじゃないと思うんですけど、うん、お家にこう人を呼んで集まるのが大好き、うんうん、なるほどなるほど。そうですね、うん、で一緒にご飯を食べたり、うん、まあその後お酒を飲んだり、そういうのはすごく楽しかったですね。へー、はい、一緒にこうね、楽しんでこられたということだと思うんですが、ロシアで大変だったのは何？大変だったのはやっぱり何と言っても寒さです。ね、こう写真見ると夏の写真がないんだよね。そういえばそうですね。すね、夏の写真がないですね。うん、ということはまあ、それほど強烈なイメージだったんだね。そうですね。ロシアの冬はね。私が行った留学先ではもう半年が冬と言われてるぐらいの極寒の地でしてね。それでもういつもマイナスの世界に生きるという感じです。いや、なんか NHK のなんかスペシャルになりそうだよね。極寒の地に生きるとかね。さあ、それじゃあ次の写真に行ってみたいと思いますが、ドンときました。おっと、またこれはロシア美女、ロシア美女、ロシアン、ラッシャン美女。お二人、これは、レストランか何かの。そうですね、うん、レストランに行った時に、うん、ちょっと衣装が可愛かったので、一緒に写真を撮ってくださいって言って撮ってもらいました。ね、でも向こうの方本当綺麗ですよね。綺麗ですね、ま、すごく顔がいいんですが、うん、もう目がすごく綺麗なんですよ。あ、ちょっとブルーがかって。そうなんです ね、 ね、いや、それでもね、あの山川さんもなんかテレビのアナウンサーみたいにさ、なんかすごい絵になってるね。ありがとうございます。負けてないですね、このロシアの方々にね。いやいや、ありがとうございます、うん、いやいや、いいな。もう顔からさ、楽しさっていうか、はい、その生活が楽しかったっていうのがね、よく伝わってくるいい写真ですね。本当楽しかったですね。さあ、それじゃあ次の写真をお願いします。これはロシア料理では明らかにない。ないですね。これは何なんでしょう。どうしても海外に行くとですね、うん、恋しくなる食べ物、ラーメンです。そうだよね、ほんとそうですよね。あの、海外で食うラーメンはラーメンじゃないよね。ラーメンじゃないですか。ラーメンじゃない、そうです、そうです。これはちなみに、どちら、新潟のラーメン。新潟ではなくてですね、帰ってきてからラーメン食べたいということで、うん、福島の喜多方まで行っちゃった、参りました。お疲れ様でございます。どこのお店ですか。ですね、うん、朝昼夜と書いて朝日屋さんというラーメン屋さんです、ね、朝日屋さん、はい。あの、地元行って聞けばっていうか、喜多方行って聞けばすぐ分かるかな。そうですね、美味しそうだな、朝日屋さん。はい、僕ね、まだ行ったことないんだよね、朝日屋さんって。喜多方ではぜひぜひ行ってほしいですね。今度、はい、行っちゃいます、はい、ぜひぜひ。近いうち、あと 2,3 日後に行っちゃおうかな。あ、近い。思ったら行動ね、思ったらタイに行ったりね、ロシアに行ったりする。 その山川さんに負けてられないので、私は喜多方、が大事だと思います。そう、私は喜多方に、はい、スケールがちょっと違いますけどね。はい、それじゃあその次の写真お願いします。お、これは綺麗ですね。どこですか、これ。ですね、これは秋葉区新津市の中野亭もみじ園という、うん、秋葉区だ、はい、この時にその秋葉区へ行かれた目的というのは、はい、ま、そうですね、うん、もみじを見たくてとにかく行ったという。アクティブだね、思い立ったら即行動というね。はい、まさにその言葉がぴったりでございますが、うん、いや、本当にいい写真だ、これ。ぜひあと後でちょっと使わせてもらってもいいですか。あ、もちろん。ありがとうございます。ラッキー。今度なんかあれですか、その就活も含めてなんだけど、はい、学校の中で残りの1年間で、はい、これをやってみたいなと思うようなことってある？
やってみたいなということですかね、うんうん、ガールズバンドもやったそうです ね、まあ、旅行にはいっぱい行った旅行にもいっぱい行きましたし、うん、そうですねあとはもう本当にもう新潟のことをよく知りたいなっていうことですねそうだよね、はいそうなんですよ僕もね実はほら、大学は東京だったし、はい、その後就職は他の県 で、はい、で新潟に戻ってきたんですけど、はい、外にいるとね新潟の良さがすっごくよくわかるわ、はい、かります、うん、すごく新潟はいいところだなって思いますね、はい、本当ですよねでもう今ねちょっと新潟弁とか言われる言葉とか、はい、それからあと新潟が雪が多いとかさ寒いとかさ暗いとかさみんな言うじゃないですかそうですねでも、はい、これほど四季がはっきりしていてあったかみがあって、はいうん、こういうのってのはねやっぱり離れてみないとわからないですねそうなんですよね、うん、これどうですか山川さんもそう思います？そう前に言った通り私海外志向というか外に出たい願望が強かったんですが、うんうん、やっぱり出てみてから日本の良さ特に新潟のこの食の良さ、うんうんうん、天候の良さ、うん、もう人の良さもう3点揃ってだよねアイラブ新潟だもんねアイラブ新潟です、うん、じゃあウィラブ新潟にしましょうかねウィラブ新潟でいや本当だと思いますよね、はいうんまあそれでそのいろんな経験を踏まえてこの1年間は、はいまあ、戦っていくわけですね、うん、そうです、山川さんとしてはどういうふうな、はいまあ、将来像というか今学んでいることねロシア語もそうだし、まあ、第一外国語として英語やってるんですもんね、はい、でそういう語学力を生かしたりとか、はいまあ、自分のこれからの進むべき方向としては、はい、どんな方向に進んでいきたいとそうですねもう新潟を拠点に、うん、そうですね、まあ、日本ならず世界で活躍できるそんないいねースーパーウーマンになりたいですわいいなそしたらさなんか会社作って雇ってうん、何でもしますよいやちゃんと書類の整理もしますしお掃除もしますしいやいやそんなそんな、いやでも本当そうですよね新潟を拠点にという言葉がね僕すごく今嬉しかったですねやはり大好きですからね、うん、We love 新潟 We love 新潟なんかどっかのテレビ局ですかというような気がしますが、ということで、今日30分ね素敵なお話を今、はい、いろいろ聞かせていただいて写真も拝見してものすごくねチャーミングな方なんですよありがとうございます、うん、いや今ね隣にねこういろいろ話しててもすごくしっかりされてるしねこの1年間乗り切ってくださいありがとうございますさあそれじゃあ、次回ですね、はい、その今4年生の方なのかなお友達っていうのははいそうです、はいそうですね今ちょうど映っていますいやドラマドラマへーえ、はい、じゃあ彼女が次回来ていただける方そうです、はい今日ちょっとね都合でお電話には出ていただけないようなので、はい山川さんの方から、はい、彼女をちょっと紹介していただけますかはい、はい、お願いしますお名前は原幸乃ちゃんです、うんもう見た目からして美人なんですが、うんまあ、そこに気取らず、まあ、ハートフルですごい気兼ねなくおしゃべりのできる仲間ですね、なんかさ、はい、あれだよね凛々しいっておかしいか凛々しいとじゃないな女優ばりに美人さんすごいよねなんか様になるっていうか、はい、バシッと決まってますよね決まってますねもうドラムを叩いたらもう本当に雪乃ちゃんの右に出るものはないぐらい、うんへだと私は思っておりますドラム用意しておかなきゃダメかないやじゃあ原幸乃さんはい原幸乃さん、はい来週はですね、はいドラマーである原幸乃さんがこちらへ来て、はい、多分おそらくガールズバンド時代のことなんかいっぱい話を聞けるんじゃないかと思いますが、はいね、山田さん本当今日はありがとうございましたありがとうございました、ね、楽しい会話、楽しいお話いっぱい聞かせていただきましたそれじゃあ、あそこのね真ん中のカメラに向かって、はいさよならで終わりたいと思うんですがはい、はいまたぜひ来てくださいはい、はい、じゃあ皆さんどうもありがとうございましたさよならさよなら星をかぶってるあの子が好きなんだ